シホテアリニのピダンサンシホテアリンは、ロシア連邦、極東連邦管区の沿海地方からハバルフスク地方に位置し、ロシアの太平洋側の港、ウラジオストクの北東から日本海沿いに 900km にかけて伸びる高い山脈である。この山脈がアムール川流域の中国やロシアに属する大平原を日本海から隔てている。代表的な高い山は、 アニクサンやトレドキ、ヤニヤマである。腕へ人の家族この地は、ツングース系民族が多く活躍した土地だった。祝神やマッカツなどの民族が、ウスリー川の東で活動していたことが、中国の歴史書に記され、彼らツングース系民族の建てた、国家、牧海の東端はこの山脈の西半分にまで、達していた。ただし、満州の平原部に比べると、 シホテアリに山脈のツングース系民族は国家を建てたりせず、狩猟生活をして、満州族や漢民族、ロシア人と交易しながら暮らしていたようである。1860年の北京条約までは、シホテアリに山脈は、新領であり、内港安で山脈、または鈴赤徳山脈と呼ばれていた。現在でも、七井、腕などのツングース系民族が住むが、圧倒的多数は、 ロシア人となっている。シホテアリニのアムールトラシホテアリニ山脈は世界中でも最も豊かで最もユニークな温帯林を含んでいる。玄関の気候と人の立ち入らなかった歴史に守られて、大河と亜熱帯の動植物の種族が混じり合った異色の温帯林が手付け数のまま残された。この山脈では固有の植物種が多く育ち、典型的な北方の大河の動物であるトナカイや、 ヒグマたちと元来熱帯の動物であったアムールトラやアムールヒョウ、月のワグマなどが共存している。大シホテアリに野生保護区トラゾ野生保護区はこれらの貴重な野生生物の保護のために設けられたものである。2001年、ユネスコは山脈の分水嶺から日本海にかけて広がるシホテアリに山脈中央部の森林地帯を高麗愛さや島フクロウ、アムールトラなど 絶滅危惧種が生存しているという重要性を指摘した上で世界遺産のうちの自然遺産に登録した。シホテアリに山脈南部の秋の風景シホテアリに山脈の岩山の秋1900年代、シベリア鉄道全通に先立ち、東西鉄道がウラジオストクに伸びた際、シホテアリに山脈は金など鉱物資源を探す、人々がロシア各地から殺到する一種のゴールドラッシュの 状態を呈した。また、中国人や朝鮮人の農民が入植し、原生林を切り払い、漢方薬の原料となる野生生物を狩り始めた。このような時、1910年代から1920年代にかけて、裏切ミールアルセニエフによって、広範囲に調査され、その体験はいくつかの書物、デルス・ウザーラなどに描かれた。 シホテアリに山脈で1947年に起こった小惑星の衝突がシホテアリに隕石落下である。1947年2月12日朝10時半、シホテアリに山脈の近隣の住人たちは太陽より明るい火の玉が北の青空に輝き爆音がとどろくのを聞いた。その光と音は半径3 0 0トルにわたって目撃され、 その後多くの火の玉が飛行機雲のような雲の鉱石を無数に空に残して地上に降ってくるのを見た。この火球は小惑星帯にあった900トン弱の小惑星が秒速14キロメートルで地球に衝突したものと見られ地上に衝突する前に大気圏に突入して大爆発を起こして死産したと見られる。その爆発の中心地は ウラジオストクの440キロメートル北東のシホテアリニ山脈山中にあるパセカの村で1.3平方キロメートルの楕円形の地域に無数の隕石片やクレーターができているのが発見された。最大のクレーターは直径26メートル、深さ6メートルだった。最大の隕石標本は300キログラムであった。ありがとうございます。